どうも皆さん、これはね、家でいろんな飲み物などストックする場所なんですよね。で、ここには冷凍庫があります、大型の。で、いろいろなね、買ったパンとかあんなもんね、ちょっと待ってください。置く場所なんですが、で、この前ね、でこう見て、見ての通り、こうやって開いてね、いろいろ僕の好きなブレッツェルとか、冷凍してあるんで、ね、いつも買いに行けないからな。で、もうラビオーリとかね、いろいろあるんですよ。ピザも冷凍してあるんですけど。でね、これを閉めちゃうと、閉めたばっかりはね、もう、この、場合によってここはすっごく硬くなるんだね。で、この前ね、無理やりに開けようと思ったら、もう取って壊してもうたな、俺が。アホやから。力だけあるんだよね。で、これは直さなあかんけど、もう大変なんでね、もう、これ壊れたし、ネジが入るところね。で、そのためにはこれ買ってみたんで、これからやってみるんですけど、このクロコダイルパワーという、もう最強のテープ。これはあれです。ですよ、まあ、モータースポーツ好きな人はね、よくご存知なんだけど、車とかね、壊れて入ると、こういうテープを貼って直すんだよね、バイク。強力なやつ。と、この、エポキシ樹脂のノリなんですよね。これ2つの違う、物質を入ってて、この中で混ぜて、でここでね、出して、貼り付けるという、もうものすごく結構、まあまあまあ危険なものなんだけど、こういう感じなんですね。こういう感じ。でこれからね、ちょっと使ってみて、効くかどうか。もし効いたら、また報告いたします。これ日本でも宣伝やってたような気がするんだけど、さあどうなるんだろうか。